神奈川県水道記念館は神奈川県高座郡寒川町にある科学館。日本で初めて県営による広域水道を実現した寒川上水場の急層水ポンプ賞を活用して作られており、厚生省が企画した近代水道100選に選定されている。旧正門神奈川県水道記念館は県営水道創設50周年を記念して神奈川県により 日本で初めて県営による広域水道を実現した寒川第一浄水場の老朽化した送水ポンプ所を改装し1984年に水をテーマとした科学館として新たに誕生した施設である2003年には創設70周年を迎えるのに伴いリニューアルオープンした水道記念碑寒川浄水場は近代以降保養地として 急速に発展した湘南地域の水需要の増加や、とりわけ葉山に、皇室の御用邸があることから、地域における安定的な水道の確保と、衛生状態の改善を目的として設置された。浄水場設置以前当時の湘南地域は、民間会社によって敷設された、施設水道が一部あるのみであり、大部分の人々は、井戸水を利用していた。そのため、水質不良や、 水量不足に悩まされ、早くから水道不設の議論が官民の間で提唱されていた。そこで県は足の湖の利用調査や横浜市との共同計画を工事各種計画を立案したものの、いずれも実現しなかった。しかし、周辺地域では水道不設を求める声は収まらず、県営水道規制同盟会を結成し、水道不設運動を展開した。 これにより県は浄水供給の水源を相模川下流域の副流水に求め、ポンプでの送水による最も経済的とする水道不設案を定めた。県議会の議決を得て、1933年に水源地である寒川村で浄水場の気候式を挙げ、1936年に工事が完成した。事業費は555万円に上り、 その内約147万円を横須賀市が負担した。創設時の給水区域は平塚市、藤沢町、茅ヶ崎町、鎌倉町、腰越,越町、逗子町、早山町、大磯町、浦賀町、片瀬町の一九町で、総水管延長距離合計は約5 1 4トルに及んだ。当時、上水道は市町村単位での比較的狭い範囲内で、 経営されるのが普通であり、県営での広域水道の実現は、国内では、前例の内大事業であった。現在の寒川上水場の給水区域は、小田原市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市の一部と寒川町、二宮町を含む11市4町に拡大し、給水人口は、約126万人に上る。また、 相模川から水を取水する寒川取水石からは、寒川浄水場のみならず、寒川調圧水槽から横浜市戸塚区にある小柄浄水場まで送水され、横浜市の1、3、横須賀市の1、2にあたる水道水が供給されている。1985年に厚生省が企画した近代水道百選に選定されている急送水ポンプ所は、 神奈川県庁本庁舎等で使用されているスクラッチタイル張りの外壁で昭和初期の官庁建築の特徴が保たれている。2013年には新たに土木学会戦勝土木遺産にも認定された。館内、アルキメデスのポンプやサイフォンの原理等、科学の諸原理を実体験を伴い楽しく学ぶことができるよう工夫されている展示が多い。また、 図書室が併設されており、水や環境に関する資料が豊富にある。このほか隣の寒川浄水場から給水されたばかりの水を無料で飲むことができ、さらに、寒川取水席のダムカードの配布も行われている。開館日、休館日開館時間入館料、噴水せせらぎ館外に、水の広場が設置されており、せせらぎが流れる。せ,せらぎは、 神奈川県中央を縦断し、相模湾へ注ぐ相模川をイメージして作られており、両脇には神奈川県の各市町村の木が植えられている。入り口付近に設置されている噴水は、県営水道創設50周年を記念して1984年に、当時の横浜銀行頭取りであった、吉国次郎によって寄贈されたものである。最寄り駅もより IC もよりバス停。ありがとうございます。